トカゲはユーロコモクトカゲアモクに分類される、爬虫類の総称。最長種は花ぶとうトカゲで、最大全長475センチメートル。最小種はミクロヒメカメレオンで、体長は最大でおよそ29ミリメートル程度。イグアナシタメの木の衛生種を中心に、環境やストレスによって自身の体色を変える能力を持っている。最も有名なのはカメレオンだが、 他の種類のトカゲにも微妙な体色の変化が見られる。目には、ヤモリした目を除き株に、まぶたがある。また種によっては、頭頂岩と呼ばれる目と同じ器官があり、これにより、明暗を感知することができる。種によっては顕著で、目が三つあるように見える種もいる。化学骨の全部は結合している。側頭部には、通常時効があり、奥に鼓膜があるが鼓膜が、 表面に露出している種もいる。また、時効のない種もいる。通常、獅子を持つが、例外も多くいる。外観に獅子のない種でも骨格には足の骨が残っている。樹状聖種では指に膝状の鱗があり垂直面でも登ることのできる種もいる。特計や森月光月光、グリーンイングアナイングアナイングアナ薬サンドスキンク。 スキンクスキンク爬虫類の中では最も種類数が多いグループで熱帯地方を中心に4000種類以上が知られている。南極大陸を除く全大陸、極地や鉱山を除く陸上の様々な環境に生息する。植生は分類、主義より異なり、昆虫類、節足動物、甲殻類、貝類、ミミズ、魚類、両生類、爬虫類、鳥類、 哺乳類、動物の死骸、葉、花やその蜜、果実、種子、海藻等を食べる種が知られている。繁殖形態は主に卵性だが、卵体性の種もいる。一部のトカゲは、外敵に襲われた時に身を守るために尾をじぎれする。失われた尾は再生する。ほとんどのトカゲは毒を持たず、よほどの大型種でもない限り人間に害を及ぼすことはない。ただし、 オオトカゲ類などに噛まれると口内にいる雑菌が傷口から入り込み感染症を起こすことがある。実際に毒を持つのはメキシコ北部に分布するメキシコ毒トカゲ、テキサス南部に分布するアメリカ毒トカゲ、インドネシアに分布するコモドオトカゲの3種類である。このうち前期2種は動きも比較的遅く、毒は蛇の毒と異なり噛むことでゆっくり注入されるため、 それほど危険ではない。コモドオオトカゲについては、従来、噛まれると大気中の細菌によって、排血症を起こすと考えられてきたが、近年、歯間に毒管を有し、噛みついた傷口に毒を流し込むことが明らかになった。1974年以降、30人がコモドオオトカゲに噛まれ、そのうち5人が死亡している。また、人を捕食することもあるという。 オーストラリアのアボリジには60センチメートルほどもある大型のトカゲを捕らえ焼いて食べる。尻尾のあたりが特に美味で鶏肉のような味がするという。トカゲは外敵から身を守るために王字切れすることから日本語では貝の組織や人に責任をかぶせて逃れることをトカゲの尻尾切りという。トカゲは日本の命名により台風のアジア名に採用されている。 トカゲというアジア名が付けられた台風の例としては、平成16年台風第23号がある。英語圏では、男性器の因語として、トカゲの名前が用いられることもある。ブリーディングザリザードは、小便、ミルキングザリザードは、マスカキを意味する。ありがとうございます。